さあこのミッションで最もやべえ場所、それがここ。ウィッシュの口はイカボーズです。ということで、ゼルダで純粋に彩りをイカボーズです。さあ、今回はですね、このゼルダの伝説、厄災な惑星力ダウンロードコンテンツ第1弾、古代の鼓動の王立古代研究所。この中のね、ミッションを全部クリアした後に、新たに追加されたさらに難しい、この EX チャレンジ全12種類。それをすべてクリアした後に、出現する隠しチャレンジ。この最後の死闘、推奨レベル91レベルと、まさにね、最後にふさわしい、やばすぎるチャレンジがあるんですけども、今回ですね、こちらを最高難易度のアポカリプスで挑戦していきたいと思います。このハード、ベリーハードよりもさらに上のこのアポカリプスでプレイしていくんですが、さらにね、もう一つ縛りとして、このダウンロードコンテンツで追加された新しい要素、リンクくんのガーディアンフレイル、ゼルダちゃんのマスターバイク、そして歴戦のガーディアン、この3体だけを使ってクリアしていきますね。これ4匹目のね、インパちゃんはこれ4体連れていかないといけないので、それでいるだけなんですが、まあ使えません。この3体のみを使ってね、最高難易度のね、推奨レベル91をクリアしていきたいと思います。いやー、これダウンロードコンテンツがね、追加される前までは一番ね、推奨レベルが高かったのがこの80レベルの怨念の渦だったんですが、なんとこのダウンロードコンテンツ第1弾でさらにね、11レベルも上がったヤバすぎるチャレンジが追加されてしまいました。主な敵がね、怨念ライネルだったり、怨念ガーディアンだったりとかね、あとジョイウィズロープとかいろいろ出てくるんですが、まあほぼね、全ての敵が出てきます。でね、マジでプレイしたことある人は分かると思うんやけど、今までのどのバトルよりもマジで頭おかしいぐらいに難しいです。で、生放送でね、一回挑戦したんですけども、僕はね、この難易度アポカリプスで初見で1時間半ぐらいね、かかりましたね。で、今回ね、武器が全部育ちきっていないので、ちょっと料理でね、ドーピングしていきます。移動速度を 15% アップ。そして、回生の 10% アップ。で、必殺技ゲージを貯めやすくしておきます。これはね、ボス敵がめちゃくちゃたくさん一度に出てくるので、必殺技をね、結構ループして使いたいので、充電的に上げました。ということで、早速バトル、やってみよう。さあ、ということで、始まりました。最後の死闘ということで、マップはね、こんな感じになっております。まずここに、リンクと歴戦のガーディアンとインパがいますが、インパは使いません。で、ここにね、ゼルダちゃんがいるので、まずゼルダちゃんを、ここにいるね、炎のガーディアンに当てておきましょう。そして、歴戦のガーディアンちゃんは、ここにいるね、氷のガーディアンで、ガーディアン vs ガーディアンでもしておきましょう。で、その間に、リンクで、ちょっとね、必殺技を貯めたり、目の前のね、モリブリンを倒したりしたいと思います。それでは行ってみよう。はい、ということで、まずモリブリンですが、初手、まずは武器を奪って、ぶん殴る。そして止めましょう。よいしょ、よいしょ。さあね、最初の一発でビタロックで止めることによって、よいしょ、次のね、よいしょ、シークアイテムが止まるまで殴り続けます。よいしょ、割れたら止める。オッケー。これでね、2回分のビタロックで、よいしょ、相手の弱点ゲージを削ることができます。はい、これでほぼ何もせずにぶっ倒せると。さあ、さすがにね、アポカリプスでも、スマッシュをぶち当てれば、まあ、なんとか勝てるんですが、これね、雑魚的の硬さがね、半端じゃねえよ。これ見てこれ。この、モリモリ、今ので生きとんよ。マジで、ハードとかやったらありえないですね。ということで、よいしょ、必殺技貯めていきましょう。何回殴ってもね、なかなか死なないので、こうやってポコポコ殴って、よいしょ、必殺技を貯めていきましょう。よ、よ、よ。よ、いいよ、くらせ、いいよ、くらせ。よし、オッケー。さあ、そしたらね、リンクくんは、ここにハイリア隊長がいるんですけど、ハイリア隊長を守ってもらいます。ということで、こっちに行っといておくね。じゃあ、ゼルダちゃんに行こうと。なあ、ピンチやめてー、危ねえ。オッケー、これは弱点ゲージを出すよな。オッケー、3、4と。さあ、いつもの、この強豪攻撃、爆裂、オブザ・ピーポーで、よいしょ、サグッと削っていきましょう。で、浮いてる浮いてる。飛びすぎじゃね飛びすぎじゃねよいしょ。浮いたが大丈夫。強音が間に合う。強音が間に合う。で、そのまま、スマッシュをぶち当てると。オッケー。さあ、喋りながら戦うのは難しいが、オーバーヒートは大丈夫ね。もう一回やっといて、止めると。さあ、足がもげているので、もうガーディアンちゃんは何もできませんね。このゼルダの強いところは、簡単にね、足をもげさせることができるっていうね。非常に攻撃範囲が広いので、簡単にね、ガーディアンの足をもげることができます。さあ。オッケー、倒していくぜ。んピゲーンで、このままゼルダちゃんはこっちの奥に進んでいくんですが、こっちの奥にはマジでやべえやつがいます。はい、もう見えてくるかな、見えるかな、見えませんね。ここにね、ボグブリンがいっぱいいるのは必殺技を貯めておけよっていうね、暗示ですね。ということで貯めておきます。さあ、この奥にこのチャレンジ最大のやべえところがあります。で、まずゼルダちゃんはそこで戦ってもらうんですが、ここにいてもらいます。もう光ってるんですけどね。はい、なんかありますね、ここで、この間にリンクかな、うん、オッケー。モリブリンがね、侵略しているので、ここもね、守っていかないといけません。で、まず初手必殺技ですね。必殺技でぶん殴っといて、で、よいしょ、弱点ゲージを出したらすぐにビタロックで止めると。 OK で、強力攻撃やっておきます。で、よいしょ、このね、爆弾持ってるモリブリンがマジで厄介なので、こいつを先に倒しておきたい。
よいしょ。まずはぶん殴れ。これで死ぬかな。アポカリプスモリブリン。耐えた。ああ、耐えない。オッケー、倒した。で、そしたらぶち飛ばしていきましたので、できればスピアを取りたい。スピアの方を取っていきます。よいしょ。なんか後ろから、チクチクやられたが。よいしょ。スピアはね、これ、シーカーアイテムの、シーカーカウンターが取れないので、遠くからね、殴っていきます。さあ、ラッシュも釣りに取っておいて、ここはね、よし、オッケー。ギリギリ弱点ゲージを残しておいて、そして弱点ゲージが削った方を殴る。そして注目して、1地区。あ、1地区でスマッシュが削る、スマッシュができますので、ぶん殴りますと。これね、さっきの槍で、どっちもね、弱点ゲージを完全に消してしまうと、片一方のスマッシュした時に、もう片一方のね、スマッシュが消えてしまうんですよね。なので、よいしょ。こんな感じで、いい感じにね、タイミングをずらしてスマッシュを打つと、非常に効果的です。さて、こいつはどうする？ちょっと雑魚的殴っといて、ランス奪うか。よしよし。やっぱりね、あー、どれ奪っとんねん。どれ奪っとんねん。よいしょ。よ、いいよ。オッケー。完璧のラッシュを見せていく。このまま削れないが、2体出てきたか。うん、オッケー。よ、よ、よ、よ。オッケー。スマッシュで。カデッポは殺すと。さあ、とにかくね、ここの拠点さえ守っておけば、このチャレンジゲームオーバーにならないので、この拠点をね、リンクでひたすら守り続けます。さあ、こいつは武器を持っていないので、誰かから武器を奪いたいが、いやー、雑魚から奪うしかないか。オッケー。まあ、片手剣をちょこちょこ当てといて、よ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 と。よ、よ。ほんで、ぶん投げて、止めると。まあ、これが黄金でしょう。はい、黄金コンボですね。削り切れるか？よける。ラッシュ取りたかったが、もう一匹おるね。うん、ダメか。オッケー。ラッシュ取って、そのままスマッシュで決めて、えぐう。えぐらせい。さあ、まだまだ来るよ。ここね、マジで無限やけんね。ボイザーの必殺技でサクッと処理しましょう。マジで無限よ、ここ。よいしょ、初見プレイの時ね、ここ普通に落とされて終わりました。4の方がいいかな。ちょっと4回もやってみるか。削り切りたい。ダメか。んーじゃ、奪わせてもらうぜ。よいしょ。よ、オッケー。スマッシュで、これで倒せるでしょう。よ、オッケー。さあ、で、リンク君はこのままここにいてもらいます。うん、リンク君はここで。そしたら、ガーディアンがちょうど行ってるので、ガーディアンに変わりまして。よいしょ。ガーディアン VS ガーディアンありますか。さあ、まずはビタロックで止めて、しっかりとね、注目しておきます。で、ここでね、5段階目を当てたい。違う。強力を当てたい。いいよ。よいしょ。強力を当てて、で、この間に、1、2、3、強豪を当てる。よいしょ。これがマジで強い。オッケー。さあ、足を揉いでおいて、もぬけの殻にしておいて、あとはスモッシュをぶち込むと。ガーディアンちゃんだけね、ちょっと技の攻撃力が低いというか、武器がね、弱いので、ちょっと時間がかかりそうだが、もう足がもげたガーディアンには、強力攻撃がね、非常に有効なので、強力を打った後に、しっかりと強豪をぶち込んでいきます。よ。浮いたら、爆破。これかなり削れるよ。いいね。よいしょ。オッケー。で、スマッシュを打ってしまうと、強力攻撃が外れてしまうので、強力攻撃を打った後に、スマッシュとか必殺技をね、当てないようにしましょう。オッケー。さあ、あとは、ちょっとだけ、必殺技を貯めておきましょう。いいね、いいね。まあ、雑魚的はね、ちょっとだけおるけん、サクッと貯めておきたいが、オッケー。一ダメしたら、このままガーディアンちゃんは奥に行ってもらうか。この辺で止まってもらいましょうか。オッケー。じゃあ、ゼルダの出番だ。さあ、このミッションで、最もやべえ場所。それがここ。行くぜ。誰が待ってるかって、おめえらだよ。おめえらだよ。怨念のライデル2体がね、なんとここにいます。はい。で、ここなんですが、マジでやばくて、よいしょ。まあ、何がやばいかっていうと、本当にね、速いんですよ。スピードが速すぎて。で、片っぽ相手してる間に、待って、奥でなんか暴れてるが、逃げるぞ！ラッシュ取りたい！一発食らえばもう死にかけ。さあ、リンゴなぜか7個しか持ってきてなかったが、どっか。ここはちょっと止めておきたいな。止めておいて。よいしょ。まあ、ここのコツはですね、片っぽを先に倒す。もう本当にそれに尽きる。片っぽを先に倒すと。んで、必殺技。オッケー。で、敵が、ライネルがね、2体こうやって重なっているときは、積極的に必殺技を打っていきましょう。よいしょ。オッケー。んで、スマッシュ打って。さあ、じゃあ、こいつをちょっと、標的にしよう。逃げるよ。オッケー。で、向こうのライネルもしっかり見える場所に置いて、あいつなんか撃とうとしてるね。逃げます。よいしょ。ん？大丈夫か？オッケー、大丈夫。あいつなんか、あいつどうした？逃げる！あーっとやばいよ。やばいよ。マジでね、情報量がね、多すぎるんですよね。さあ、リンゴを食いたいが、止めて、よいしょ。こっちのね、怨念のライデルを主に倒していきます。さあ、これはスマッシュ取りたい。止めたい、オッケー。さあ、この強豪攻撃で、相手のね、動きをしっかりと止めていくっていうのも大事なことです。よいしょ。これで逃げます。後ろで多分あいつが狙ってきてるんで、逃げますと。
さあこれはどうする。一回落ち着いて、一回落ち着いて、おっと狂気モードに入ったな。これねかなりね伸びます。この最後のこれめっちゃ伸びるけん逃げる。オッケーで一回止めるか。一回ビタロックで止めて強国技当てていこう。よいしょ、オッケー。やばい、危ねえ。注目しないと避けるのが難しい。今は必殺技タイム。オッケー、ジャンプしたところでしっかりとチンコにぶち込んでいく。オッケー、さあで止めるよ。オッケー、さあこれで片一歩倒せるんじゃないかな。よいしょ、勝てー、マジで勝てー。やばい、急げ急げ。やばい、魔物が味方本陣に入ってるぞ。倒す、よし、オッケー。そしたら一旦リンクに交代して、うーやばいことになってる。必殺技、わけわからん時はとりあえず必殺技打っとく。オッケー、はい、何体おる。4体4体おるね。で止めて1、おっと体験持っとんのか。よし、まあ、いいや。よいしょ、いいよ、1体ぐらいは。やべやべやべ、情報量が多すぎ。まあとりあえずこいつスマッシュ打ちますか。オッケー、でスマッシュ打っといて、ちょっと槍を奪いたいな。ちょっと殴っといて、槍持っとるね。オッケーオッケー、こいつから槍奪おう。で多分ねこいつらもう弱点ゲージほとんどなくなっとるけん、オッケー、うんうん、2発ぐらいでもう割れるでしょう。よ、オッケー、まずはこいつで後ろから狙ってきてるバカがいるが、これは多分死にかけだよね。そう、これが強いよね。初手必殺技ビタロックで強力で、そこにいるね4体ぐらいのウィークポイントを削っといて、いってー、油断した。話してる時に攻撃と卑怯なり、やべやばいやばいで、こういうことになるっすよアポカリプスは。なぜピッカー、ちょっと待って、リンゴ今あと何個だ。あ、リンゴ1個あるんか。オッケー、さあね、まだまだねやばいとこあるけんね。うわ、達人の斧持ってるこいつ。こっちー、達人の斧欲しいな。ちょっと奪いたいですが、まあいっか、倒すか。1234、はい、シャバシャバシャバのドガンド。あとはスマッシュでぶち込んでいくが、これ死ぬ、あ死ぬね、強えな。よし、オッケー、そしたら残りをゼルダちゃんで始末します。どこいった、どこいった。ちょっと必殺技ためながら、いたーん、ライネルちゃん。オッケー、いくぜ、必殺技だけ試させてくれ。さあライネル勝負だ。まずはぶち込んでいく。初手はこんにちは必殺技、ただこの必殺技そんなに強くないです。よいしょ、止めておいてひたすらぶち込んでいきましょう。よいしょ、234からのクルリンパ、バーが当たってねえぞ。よいしょ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 できるだけ殴っておいて、スマッシュ、くるくるくる、ポンと。オッケー、ここで起き上がったら即黙らせる、で止めると。オッケー、もうね一体になったらお手の物よ。こんな雑魚子猫ちゃんサクッと倒してやろう。よいしょ、やべ、オーバーヒートオブザマッチ。オッケー、スマッシュしてる間にオーバーヒートをねしっかり回復していきます。オッケー、逃げた、だー、最後のリンゴ、やばい、油断したら終わるぞ、油断したら終わるぞ。よいしょ、 OK、 ちょっと油断してループが外れるとねこんな感じで狂っちゃいますからね。さあもうなんかゴリ押しでいけそうな感じはするが、 OK、倒していくスマッシュを捕まるようになったね。オッケー、じゃあゼルダちゃんはこっちに向かってくれ。最終決戦いきます。最終決戦はガーディアンちゃんでなんとかなるかな。まあちょっとできるだけ、おっとバカがいる、やべ、バカバカバカ、こっちに来るんじゃない、危ねえ。最終決戦はねガーディアンでサクッと処理していきましょう。さあどうする、何でくれ、な、ダッシュ取りてなるか。オッケー、しっかりと注目しておいて、この注目するのねめちゃくちゃ大事です。オッケー、さあ爆弾野郎がいるが、爆弾野郎も一緒にいてー痛いです。どうなってる、どうなってる、わけわからんことになってるが、あーちょっと止める、危ねえ、やばいやばい、これはまずいぞ、逃げろ、危ねえ危ねえ、危ねえ、死にかけのレディオ。ちょっとラッシュがたまたま炸裂していくが、よいしょ、一匹倒せるか、この限界状態でなんとかなんのか。いや、ここはガリアに任せよう、なんとかなるはず。よし、よいしょよいしょ、さあしっかりと注目して、1234でいいか、4待ってます。 OK、 やばい、危ねえ、よ
オッケー。さあここはしっかりと返していく。さてリンクに変わりましょう。さあということで、リンクでねまたこの、本拠地を守っていきましょう。いやマジで無限に湧いてくるなここ。どうしよう、もうちょい待つか。ちょっとゼルダで行けるとこまで行きますか。ちょっと配慮隊長はリンクに任せてゼルダで行けるとこまで行っておきましょう。オッケー、必殺溜まったぜ。ほな行こうかい。いややっぱリンクで一回守るか。ちょっとゼルダは先に言っといてくれ。やるぞ、サクッとやり上げるぞ。よいしょ、スマッシュを打ってで、こいつも倒すね。オッケー。いやどんどん湧いてくるな。よし、このまま倒していく。さあスマッシュで一匹死守していく。また来たぞ、やべえ。オッケー、よし、なんとかもう一匹だよな。最後は倒そう。いいよ、また来たよ。マジで無限、もう必殺技一気に片をつける。シンプルに倒していきまして、よし、オッケー、スマッシュ打っておきましょう。待って、まだ来てんだけど。まだいますけど後ろから来てますけど、どういうことですか。オッケー、何匹倒しとんすか。よし、ゼルダ行くぞ、最終決戦だ、行くぜ。さあ、なんか、あ、今のガーディアンか。違う違う、こっちじゃない、こっちじゃない、こっちか。よし、必殺技溜まってるしね、探ってやっちゃいましょう。さあこいつらはね将棋界で倒しますが、さあやべえよここ。さあ上位ウィズロップ3体と怨念のガーディアンが待ち構えているというね。まずは必殺技、オッケー。そしてビタロックで全員止める、オッケー。で1234をひたすら2回当てたい、オッケー。スマッシュ当てる、よし。これでウィズロープはしない、片っぽしない、オッケー。でちょっとまあいいか、こいつに当てるか、オッケー。やばいやばい、マジか、死にかけとる。ん、2体死んだ、炎とエレキウィズロープが死んだ。まあよくわからんがラッキーということで、しっかり止めていって、オッケー。もうフリーズウィズロープも死んだよね、このまま殺しましょう。多分これ死んどると思うけん、オッケー。さあスマッシュを決めて、あとはこいつだけサクッと倒すぞ。いやマジでびっくりした。まあ、ちょっとね殴っといて、よし、このタイミングで強豪を当てます。でしっかりと止めて、オッケー。弱点ゲージ出んかったが強力を当てまして、このタイミングで必殺技、オッケー。さあ前段ど真ん中にヒットさして、この後はもう耐久多分倒す。いや勝て追っとった、4倍勝て、オッケー。スマッシュでこれでぶち決めて行くぜということで、いや難しい、ドキドキしますね。さあということで最後の死闘、難易度アポカリプスでクリアしてみました。いやマジで難しかったね。まあ推奨レベル91ないけど、ダウンロードコンテンツ第2弾で推奨レベル100が来るのが非常に楽しみでございます。まあそれともね、もしかしたらレベルの上限が上がるかもしれんし、追加予想楽しみに11月まで待ちましょう。ということで今回の動画はここまでです。このチャンネルではね、こんな感じでゼルダの伝説に関するコンテンツをたくさん投稿しておりますので、ここまで見てくださった方はチャンネル登録高評価ポッチよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。じゃあの